はい、どうも、こまっちょうやつかさです。ですね、日東電工の50代後半の女性の給料について語ります。はい、今ね、リアルな給与明細書を集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお辿りくださいませ。では、いきます。基本給が34万6千円。時間外手当が3万7千円。家族手当が1万7千円。役職手当が6万4千円。通勤手当が1万円で、月収が、47万4千円ですね。賞与が年間2回で189万7千円。年収が、804万4千円となっています。こちら年収サイトと有価証券の報告書よりですね。はい、終わります。